晴れましたね。しかも野外でライブを楽しめるのって最高じゃないですか。で今ですね、そういう後ろでね、そういうサウンドリハをしている皆さんがいますが、これね、このステージ、キャンバスのステージで、ステージ、ここではですね、新人さん発掘しているステージ で、どのビッグバンドも昔はそこまで大きくないステージでやってたんですよ。で、今日はですね、3組のバンドをここで皆さんにちょっと見てもらいたい、そして感じてもらいたい、そしてもしよかったらね、好きになってもらいたいと思ってまして。おー、look!これがね、おおって、俺もね、中に入りたかったな。OK、じゃあ、おい、おい、OK、準備できてますね。はい、それでは楽しんでください。レイラー！レイラです、よろしくお願いします。幸せになると思う。
本当にすっごいいい天気で良かったです。風もね、心地いいくらいですごい気持ちいいですね。気持ちいいですね。
オーガストキャンプ2022年、キャンバスエクストラステージ本日出演させていただきありがとうございます。そして見に来てくれた方、今ちょっとあのたまたま見てくれてる方、皆さん本当にありがとうございます。一応さっきも横浜のレイラって言った通り、地元横浜なのですごいこのステージ赤レンガ倉庫の赤レンガパークか赤レンガパークでライブができてすごい嬉しいです。ありがとうございます。No power
やお疲れ様です。ありがとうございます。素晴らしかった。すごいいいギターもいいボーカルも。ありがとうございます。ありがとうございます。どう感じました、こうやってステージに立ってライブをやって。そう、今お客さんに聞いてるのと思った、まあ、バカすぎた。もうでもちょっとこんなにね素敵な環境でやらせてもらうのはね、野外だと初めてなので、ね、もうすごい気持ちよくやりましたね。なんかいつも普段ライブハウスでやることが多いんですけど、うん、それと比べると全然違った感覚でライブができました、うん、すごい楽しかったです。楽しかった ね。 なんかねこの演奏に、ま、すごく当たり前に聞こえるけど相当自信あるねと思った思った静かにもうドーンって始まってね、1曲目でちょっと静かになったところで歌い出したんじゃないですか。あ、そうですね。そうそう。でギターもどういう音楽を聴いて育ったんですか。あ、でもそうですね、私的には私は、バンドを始めるきっかけはゆらゆら帝国で、そこからいろんなバンドと会ってなんか吸収したりしてって感じで。そうだね。君は、まあ、僕は小学生の時ずっとバンプオブチキンとか聴いてました。もうあのゴーってあれはどこだろう、どこで得たの、まあね、いろんなギタリストとか見てね、あのかっこいいなって思ったのをね吸収したりしてね。で今後どんなことを考えてる、例えばこういうステージに立って、でうちフェスティバル TV にねいろんなバンドを迎えしてて、はい、でもすでにビッグになっているバンドもいれば、うん、これからっていう、まあ、キャンバスがね紹介してくれたバンドも登場してもらったり、はい、で以前登場してもらったレイレイはねもう奥のでっかいステージでオープニングやるから、はい、多分いろんな夢を持ってると思うけど、今後どうですか、 どうなっていきたい。まあとりあえずあっちですね、じゃあでっかいステージ持ちたいですけど、まあそうですね、今後あの果てしないです。なんか夢、結構いろんな人に目標のライブハウスはどこなのとか聞かれて、うん、パッと答えられなくて、うん、でここにした方がいいよって言われた場所が、まあ、武道館だったんですけど、うん、でもしっくりも来たんですけど、武道館で終わりたくないと思って、もっと先に行きたいって私は思いました。だから果てしないです終わりがないわお。いや今は まあでもこれね、番組フェスティバル TV としてねすごく嬉しいのはこういう映像がずっと残るから恥ずかしい。いやだからそれが10年後とか20年後とかにさ、はい、これってすごい貴重な瞬間なんですよ、うん、本当ありがとう登場してもらってで、キーン、はい、いかがですか。履き心地良すぎてこのまま山登れそうです履き心地がすごいいいよね、動きやすい、動きやすい、うん、山登らなくてもいいよここからはでも履き心地いいっていうのはね、僕もそうだいいですよね、うん、いやこれからもね金をよろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。そしてお疲れさん、皆さんもう一度盛大な拍手、ありがとうございました。レイラでした。 Thank you、 ありがとう。